はい、こんにちは。沖縄おじさん。ミッキーさんが来てくれました。はーい。いい感じですね。はい、ヘイパナさんとね、戯れてますね。ミッキーさんね。はい、喧嘩に発展しなければ、これでいいんですけどね。はい、えー、皆さんね、えー、まあ、あのー、またこれ、あのー、なんて言うのかな。あー、例のね、あの、英語のね、記事なんで、はい、えー、できましたらね、ぜひぜひ、あのー、 Google さんから飛んでいってね、自動翻訳で見てください。はい。えー、これね、え知ってる方は知ってますよね。はい。えー、なんとね、アメーの国ですね。アメーの国のね、会、え、員、ー、のね、会 <laughs> 員のミンミンちゃんですね。ミンの首藤ちゃんですね。今日、今日のワトボちゃんじゃなくてね。 はい。民の首藤ちゃんがどういう考えをしているかということについて書かれています。これね、非常にね、なんていうのかな。あの、象徴的というかなんというかですね。えー、民のね、首藤ちゃんのは、あのー、どうやらね、自由っていうのが好きじゃないみたいですね。はい。 デモクラシーなのに自由が好きじゃないみたいです。あの、どうやら、自由じゃなくてね、えー、カンカンのしっしーが好きみたいですね。もうこれね、知ってる人はみんな知ってますよね。特にね、あの、ちくわかまぼこを食べる自由っていうのは、あそこそこ、あのー、こういう人たちは認めてないようですね。はい。えー、まあね、えー、日本はね、 え、こう、アメの国のね、えー、戦線の局境にはね、えー、直接関われませんけど、お友達やね、えー、なんかがね、えー、なんていうのかな、アメの国にいる人たちも多いと思うので、 えー、ぜひぜひね、えー、こういう事実も伝えていけたらなと思ってます。はい、えー、私は配信することでね、えー、いろんな国の方がね、見ておられるみたいなので、えー、こういった事実もね、載せておきたいなと思いました。とにかくね、会、え、員、ー、ですね、会員。はい、アメの国の会員のね、民の収集の人たちですね、えー。その人たちは、あの、自由が嫌いだということです。 はい、えー、選択の自由も何もあったもんじゃないということですね。はい、えー、やっぱ自由が好きなのはどちらかというの、言うとね、やっぱり今日の、今日の和藤さんの方だということです。はい、えー、名前とはね、裏腹にね、自由が嫌いだとは。 そういうことですね。全然ね、えー、民の出集ではないですねっていう話ですね。はい。まあ、冗談みたいな本当の話でございます。はい。この記事ね、あのー、一応、えー、概要欄にでもね、ぺったんこした、概要欄じゃなくて、米の方がいいかな。はい。米、米のところにね、ぺったんこしておきますのでね、どうぞ、ー、Google さんから飛んでね、見に行ってください。 はい。えー、まあ、そういうことでございます。まあ、名前とは裏腹ということです。はい。えー、全然ね、民の出身ではありませんよっていうことですね。はい。まあ、まあね、あの、日本もね、そうですけどね。 はい。笑っちゃいますよね。日本もね。あのー、自由なね、みんみんのシュッシューって言ってるところが、一番ね、自由が嫌いだという。はい。えー、一番ね、カンカンシッシーってね、えー、したいんだって言ってるのがね、面白いですよね。もう名前とは全然違うということですね。ほぼほぼ反対だということです。はい。面白い事実でした。 はい、まあそういうことですよ。はい、まあ、どこの国でも似たり寄ったりですね。はい、それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。